第三道大仙阿リ神社は、神奈川県伊勢原市の大仙にある神社である。安禄都市とも表記し、阿振とも読む。演技式神明帳に勝者と記載された、相模国の演技式内社十三社のうちの一社で、旧社格では、県社に列している。本社に、大山住大海は、拙者奥社に大来人、前社に、高尾神を祀る。ただし、これらは明治になってから、 神仏分離の際に祀られるようになったものであり、江戸期以前の神仏集合時代には、本社には、本来の祭神である石村大御権元が祀られていた。また、拙者には、奥者に大天狗、前社に小天狗が祀られていた。大仙石村両弁滝行きず、歌川国吉筆、1819から20年。大仙石御湖の滝に参拝する男たち。大仙は、 古くから山岳信仰の対象として知られ、山頂からは祭祀に使われたとされる縄文土器が発掘されるなどしている。大山は山上によく雲や霧が生じて、雨を降らすことが多いとされたことから、雨降り山とも呼ばれ、雨乞いの対象としても知られていた。大山阿り神社は、社殿によると、主神天皇の御与に創建されたとされる。演劇式神明朝では、 アフリ神社と記載され、勝者に列している。天平商法四年、両弁により、神宮寺として、アメフリ大仙寺が建立され、本尊として、不動明王が祀られた。以後、神仏集合が続く。中世以降は、大仙寺を拠点とする、修言道が、坂になり、源の頼朝をはじめ、北条氏、徳川氏など、武家の崇敬を受けた。 江戸時代には当社に参詣する校が関東各地に組織され、多くの庶民が参詣した。大仙参りは6月27日から7月17日まで期間に行われる女人近世の参詣で、特に飛びや職人の間で人気があった。大仙に2つある滝、両弁滝と大滝で水掘りし、頂上の石尊大権限に登り、持ってきた木立を神前に収め、 改めて授けられた木立を五夫として持ち帰った。また、大山積大宮は、富士山に沈まるとされる、この花咲桜姫の父であるため、大山と富士山の両参りも盛んとなり、富士に登れば、大山に登るべし、大山に登れば、富士に登るべしと言われた。なお、一部の地域には、大山に登ると一人前として認められるという現象があり、大山の心霊が、 立身出世の神とされていたことが伺える。明治時代になると、神仏分離令を機に巻き起こった、廃仏希釈の大波に、強い勢力を保持していた大仙寺も一のみにされた。この時期に、石村大権現、大仙寺の名称は使われなくなり、旧来の阿振神社に、再び解消された。その後、大仙寺は、かつての女坂途中に場所を移して再建され、現在に至る。 明治6年には、国学者の権田直介を主観に迎え、県社拳号社に、劣格している。戦後、神社本庁には属さず、昭和27年8月より、アフリ神社本庁として単独で運営されてきたが、近年、神社本庁の参加に入った。右端に、表示の漢字を参照 ABCD、大仙アフリ神社について、主神天皇の御代は、 西暦の三世紀頃に相当すると考えられている。もっとも、社殿と史実は多分に別にであることをここに、突起しておく。慶応四年、明治元年三月の大乗官布告。ありがとうございます。